今回は30秒で180回分の腹筋効果があるサイクルワイパーという腹筋メニューを紹介していきます。お腹周りが気になるけど起きる腹筋難しいなって思ってませんか？今回の腹筋メニューは起きなくていい、下腹メインで効く、お腹が大きくて腹筋が苦手な人でも簡単にできる、内臓の位置が持ち上がり骨盤が起きるのでお腹周りが劇的にスッキリします。自分にできるかなって不安になってませんか？今回は初級中級上級と3個のレベルに分けていますので、好きな分だけまたは全部やってみてもいいと思います。一緒にお腹周り引き締めましょう。スマホ顔の前に置いてやっていきましょう。まずは腹筋、腰がね硬かったり背中が硬いとお腹に力が入りにくいので、まず軽くウォーミングアップします。膝を曲げて体操座りをした状態でまずはキープしましょう。スタート。結構この状態でも後ろに倒れそうですよね。しっかりね前かがみになって腰背中丸めてください。難しい場合はちょっと足をね前にしたり開いてみたりしてやりやすい状態でまずはやってください。これがまずねできないとねお腹力入らないんでね、ゆっくりちょっと伸ばしてみてください。はい、 OK です。次は今の状態で足を交互に動かしてください。その時に少し体をね前に引き寄せる感じでいきましょう。スタート。こっちで交互にももに胸をつけるようなイメージで骨盤を起こしながら今腰を丸めて腹筋を使う動作をしています。この分やらないとねやっぱり体がね硬くてお腹力入りにくくなりますから、もう絶対ねこれ大事です。はい、 OK です。それではサイクルワイパーやっていきましょう。スマホは見やすいところに置いておいてください。まずは初級編です。後ろに肘をつきましょう。この状態で足を抱えます。この足を自転車漕ぐみたいにこのように動かします。30秒間で100から160回分ぐらいの腹筋を使ってます。できれば腰を床につけて足を動かしてみてください。いきましょう。グッ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 とマイペースでいいですからね。これで下腹をねすごい上手に使うことができてます。この足の動きはね、ちっちゃくてもいいです。大きいと結構しんどくなります。まだね今から初級中級上級ってやっていきますから、まずはねお腹を温める感じでいきましょう。はい、 OK です。今度はこの足を横に倒したままで動かします。すごい腹斜筋ってくびれ作る筋肉をね鍛えられますので、ウエストが細くなりますからね、このままで。はい、行きましょう。これ結構ね脇腹つったりとかね、お尻がね片方下に体重かかってるんでつったりするってありますんで、無理なくねやってください。足抱えたらお腹触ったらね分かると思うんですけど硬くなってますよね。これすごい力が入ってますからね。ゆっくりゆっくりゆっしゃ、オッケー。では反対もいきましょう。腰から下をねじってから足をちょっと持ち上げて動かしますよ。さあ行きましょう。できるだけ腰から下をねじって、とかスマホで、ね、見ながらやりにくいと思うんですけど、もしねメニューが分かったら音だけ聞きながらねやってみてください。ここは引っ張らきますよね。これね、まあ、お尻にもねすごい効きますね。これね、いいですよいいですよ。おっしゃ、 OK。初級編がね、ラストになります。今のをちょっと応用してですね、足を横に振りながら動かしていきます。いきましょう。動かしながらやるとまたね、ちょっと違う感じでお腹周りに効きますよね。これのいいところがね、動かしてるんで、ずっとお腹がね、使われてるのに、きついわけじゃないですよね。それがすごいね
習慣にしやすかったりやりやすかったりします。この腹筋メニューいいとこですね。さあ、オッケー。じゃあ今度中級編はですね、寝たまんま行っていきます。意外ときついように思われますが、これ中級編です。これスマホ見ながらね、同じように足を抱えてください。ね、もしかするとね、この中級編の方が楽に感じる人もいるかもしれません。その場合はね、この腰をしっかりね、床にペタッとつけるような感じで行うと、お腹すごい使ってる感じします。スマホね、落とさないように気をつけてくださいね。まずは正面ですね。オッケー。じゃあ今度は腰から下だけ横向きですね。ちょっと難しくなりますけどね、軽く肘でね、体を支えてもらっていきましょう。結構ね、足を抱えるとね、下っ腹きくと思います。足ずっと動かしてるんで、結構ね、有酸素運動効果も出てきますからね。すごい下腹がね、熱くなって脂肪も減りやすくなりますからね、頑張りましょう。 OK。 今度は反対向きですね。やりやすくてすごいいいですよね、これね。この腹筋すごいね、使ってますから、触るとよくわかりますよ。いきましょう。結構ね、これ寝たバージョンでね、横向きがちょっとあんまりね、お腹に力を入れにくいかもしれませんけど、この初級中級上級ってね、自分のやりやすい分効くなとかね、これ自分に合ってるなと思うだけ分だけでいいと思います。お腹周りのね、脂肪取りたいよって人は全部やってもいいんですけどね。はい、オッケー。じゃあ今度はね、上級編になります。今度は手を横についてちょっと体を起こして動かします。肘よりもね、少しきついです。いきましょう。ちょっと体を起こしたまんま、手でね、少しね、踏ん張って体を持ち上げる。これでお腹にずっと力が入ってますからね、触るとすごいと思いますよ。ずーっと力が入ってこうやって動かしてますから、すごい腹筋効果ですからね、これね。よいよ。オッケー。で今度は横に寝かせてですね、寝かせて起きせて、結構きついですよ。息はね、止めないように注意してください。いきますよ。はい。やっぱ結構ね、この上級編になってくると首が疲れるよっていう人も多くなってきます。これね、結構やっぱり腹筋に力が弱いとか、首の力が弱かったりすると、お腹より首に力が入るんで、その場合はね、休みながら上級やってください。やりながら、オッケー。今度は横向きですね。で、いきましょう。頑張って。よし。よいよ。一度だけ起きてみて。もし踏ん張るのが辛かったら、こうでもいいです。頭を持っててもいいです。それかね、ちょっとぐらいね、こう、肘ついてもいいですよ。初級編ほどつくのあれですけど、ちょっとぐらいこうやって踏ん張ってもいいです。いいよ。 OK。 ナイスチャレンジ。はい、じゃあ今度はちょっと起きたまま動きながらですね、いきますよ。頑張りましょう。はい。ちょっと体を落として、少し肘ついてもいいですからね。
これでできるだけ足を倒しながら、やっぱこの低い位置が結構きついですよね。こういう同じね運動メニューするなら効果的な方がいいですよね。よーし、オッケー。じゃあね、ラスト、これスペシャルメニューをおまけでいきましょう。今の状態で足を大きく伸ばしてみてください。これ最後やってみましょう。はい、そうそう、大きくね、足伸ばしたら一回ピタッと止まる感じ、すっごい効きますよね。下っ腹辛くなったら寝てもいいですからね。とにかく遠くにね、足をバーンと伸ばす。おー、いいよいいよ。うわー、効いた。最後までお疲れ様でした。どうでしたか？今日すっごい腹筋やってますよ。30秒で180回なのに12種目ぐらいやってますからね。2000回近く腹筋したってことです。すっごいですよ。これを毎日やってったらマジで姿勢も骨盤の位置も下っ腹も内臓の位置も全部変わって、すっごいお腹周りすっきりしてきますんで、続ける人コメントで1日目とかって記録してもらって、マジめちゃ使って測ってみてやってみてください。頑張ってやったよって人はコメントでできたーって教えて。